ホーミーズ。はい、今日は何日ですか？12月24日、クリスマスイベントです。マジデッドラインです。なんなら24に出さなきゃ。いや、そうなんだよ、ね。なんか、今回の思いつき方なんですけども、はい、結構これ特殊です。クリスマス、クリスマスソング。特殊だ。結構経由したね。難しかったわ。サンタさんは信じてましたか？もちろん。その質問が何？何その質問？俺それが意味がわかんない。箱の洞窟に行く前に、僕たちですね、チャンネル登録者100万人を目指して動画投稿なんかしております。応援してくれよって方はチャンネル登録、高評価の方お願いします。それではクリスマスの日に絶対に一人はいるやつで、クリスマスソングまで。いってらっしゃい。嬉しいけど私もある。もうちょっと過ごすもうそして、寒いが塾にいて、あれなんでこいつなんか飛びるんだろう。あれこれ X にこれね、僕だけケンタ好き。え、私もなんだけど、ケンタのチキンめっちゃ美味しいよね。本当においしい。わざとらしく匂わすマウント女、サンタに頼んだプレゼントだ。なぜか届いたの参考書だ。キリストの誕生日と教えようとしてる。一応クリスマスバイトは休みにしたよ。サンタが来ない家庭に深掘りすんだ。街中自由に包まれて、とてもクリスマスの曲で、取れたばの鉄球だと口ぶち壊し、店員さんに聞かれる放送しますか。何度でも見るよさ、ふたコスプレの君が好きな。え、ケンタめっちゃ良くない？ね、あの肉好きめっちゃ良くない？ケンタのねえ、ほんと美味しそう。予定できるかも。いや、店回んないって。ちょっとなんとか。いや、お店足りなくなるでしょ。まあ、シャーク乗り場に24日、シャークの乗り場もどうでしょ。トナカイはサンタのせいじゃない。ソーリーです。みんなに宣言しちゃう。もう結婚します。僕たち、僕たちで結婚式会で済みますと。それはそうだよね。いい子にしないとプレゼント来ないよ。小憂いの歌い文句マジでないけど、サンタさんに来た返事がどこかで見たような奇跡だ。今日だけは出ないなんて意気込みそくねる。あんたコスプレなんてさ柄じゃないでしょ。なんか物語のサンタさんと遭遇しちゃった。泥棒だった。マライア・キャリー、この曲ただそれだけで、なんと一世だけで収入約5000万。誕生日近いとまとめて祝われるのちょっと雑だね。イルミネーション見たカップル破局するルジックス。たくさんおる家庭は笑ってるけど、なぜかパパとママは苦しみます。ケーキレア商品は来なくて、ハロウィン気分抜けてなくて、実はこの釣りに去年から置いてあるらしい。また興味ないアピールは過去悪い
しい。クリスマスの後は大抵のカップ別れてるんだ。クリぼっちは何度だって言うよ、君が好きな。クリスマスに何やってんだろ。結婚しまーす。恥ずかしいけどそれはそう。何これなんかさ、途中我に返って我に返って何やってんだろう。ルカ君、今もしサンタさんが来てくれるとしたら、はい、何をお願いします。チャンネル登録者、それ嬉しい。はい、嬉しい。バッて来て嬉しい。嬉しい。はい、ということでね、サンタさんは来ないので、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価と Twitter、Instagram、TikTok のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。Merry Christmas! 4-4-4